盛世发表会正式开始。 The New English 上市发表会，台湾 Suzuki 一直秉持着 Go UNIQUE 的品牌精神，不断的研发进化，要深受我们台湾消费者的青睐。相信大家也非常的期待，这次引进的是我们2020年度重量主打车款，一辆新世代战略小车 The New Ignis， 以亮眼的外形还有创新，我们的这个 Hybrid 轻油电科技导入台湾小车市场。 全面进化自知，要带给我们消费者前所未有的驾驭体验。那么今天现场呢，也莅临了我们很重要的长官，我们要一一的来介绍他们。也请介绍的长官起立，和大家挥挥手，致意一下。首先欢迎台湾 Suzuki 铃木忠臣董事长 ，Suzuki Takahisa，welcome，欢迎董事长。再来掌声给台湾 Suzuki 高桥纯副总经理 Takahashi Atsushi，welcome，欢迎。 好，那么接下来马上我们就要有请我们铃木忠臣董事长上台来为我们说几句话。Welcome Suzuki-san， 欢迎铃木忠臣董事长，有请。 ただいまご紹介いただきました台湾鈴木の鈴木忠臣でございます。本日は新イグニスの新車発表会にお越しいただき誠にありがとうございます。今年は鈴木本社が創立100周年ということで、私を含め近隣社員一同大変張り切っておりましたが、残念ながら世界的なコロナ禍の中では台湾だけ 独り勝ちということにはならず、現時点では前年を上回る営業成績ではございますが、さらなる飛躍を期待していたこともあり、個人的には良かったこと、悪かったことを考慮いたしますと、今後忘れることがないであろう印象深い年となっております。いずれにいたしましても、本日こうして皆様と新車発表会で お会いすることができて大変喜ばしく思っております。さて、昨今では世界的なトレンドである環境に優しい車の導入、すなわち CO2 の排出量が少なくて燃費の良いモデルの市場投入が今後世界的に増加傾向にあることは間違いないところであります。 台湾市場もその例に漏れず、環境に優しい車の導入が求められており、最終的には2040年の完全 EV 化が目標として掲げられております。鈴木としては、本日紹介する新イグニスを台湾市場に投入することで、台湾政府の掲げる電動化に向けた目標に対し、 まずは確かな一歩を踏み出すことができたと確信しております。さて、当該モデルは皆様ご存知の通り、2017年4月にワールドカーアワーズにおける世界で最も都市に合う車を選出する2017年ワールドアーバンカー部門で、世界中であまた存在するモデルの中で トップ3を受賞するなど世界中で高い評価を得ております。今回はその従来のデザインからさらに一連のスズキ SUV に通ずる縦型モチーフを取り入れたフロントグリルと同色化したリアバンパーを採用し SUV テイストを強調しています。また特筆すべき 装装備として先進安全装備として車と歩行者を感知するデュアルカメラブレーキサポートが標準装備されております。製品の詳しい説明は後ほど予定しておりますが、新イグニスは従来のコンセプト通り使い勝手の良いスタイリッシュなコンパクトクロスオーバーをコンセプトに、多様化するお客様のニーズに応える全く新しいジャンルの小型乗用車であります。当然ですが、車の使い方はお客様の自由であります。新イグニスは全モデルと比較した場合、燃費や安全装備がさらに向上し、日常で便利に使えるだけではなく、この車によって週末のアウトドアなどのレジャーでユーザーの行動範囲がさらに広がりますし、使い方は無限大となります。ぜひお客様にはこのモデルの楽しさを体感していただけたらと思っております。当然メディアの皆様にもこの楽しさを体感していただきたいと思っております。よって来週にはメディアの皆様向けの試乗会を開催させていただきますので、ふるってご参加ください。さて、私が台湾に赴任してからこれまでの約4年間にわたって、我々は輸入車ブランドとしての地位の確立に向けて努力してまいりました。その結果、メディアの皆様のご協力ご支援もあり、スズキの4輪車は台湾市場において輸入車ブランドとして広く認知されるようになったと実感しております。本当に感謝しております。今回市場投入する新イグニスは、今年我々が台湾市場に投入する3つのモデルのうちの第1弾目となる商品であり、将来の電動化の先陣を切るモデルの一つであります。新イグニスの販売の成功には、皆様メディアのお力添えが必要不可欠です。今まで以上のサポートをお願いいたします。そしてその結果として、新イグニスの販売を成功させ、台湾スズキの今後の発展につなげていきたいと思っております。本日はご清聴いただき誠にありがとうございました。謝謝。謝謝。再次熱情掌声给我们铃木忠诚董事长鈴木さん、どうもありがとうございました。谢谢我们董事长，有请先行回座休息。好的，那么在车子登场之前呢，我想各位应该跟我一样非常的好奇，究竟我们的 The New Ignis 会带给我们什么样的惊喜呢？接下来我们就要邀请台湾 Suzuki 高桥纯夫总经理上台来为我们做详细的产品介绍、产品定位，还有行销定位策略说明。Welcome Takahashi さん，有请高总，欢迎我们高桥纯夫总经理来为我们做详细的说明。皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました台湾スズキの高橋です。本日は我々の新イグニスの発表会にお越しいただきありがとうございます。私からはこの車の特徴について説明いたします。イグニスは使い勝手の良いスタイリッシュなコンパクトクロスオーバーをコンセプトに、コンパクトカーの新たな可能性や楽しみを広げる全く新しいジャンルの車として開発されました。ここ台湾では2017年6月に発売し、個性的なデザイン、充実の安全装備、クラストップレベルの低燃費、コンパクトなボディに高めのアイポイントによる運転のしやすさなどにより、お客様から大変ご好評をいただいております。そのイグニスがマイナーチェンジで大きな進化を遂げ、今日新たに発売となります。それでは新イグニスの特徴の詳細説明に入りたいと思います。まずは今回のマイナーチェンジで大きく変わった2点から説明いたします。最初にパワートレインです。新イグニスではスズキが台湾で販売する車として初めてモーター機能付き発電機 ISG と専用リチウムイオンバッテリーを組み合わせた独自のマイルドハイブリッドを搭載します。スズキはこのマイルドハイブリッドシステムを搭載した車をこれまで何年にもわたって日本や欧州市場で販売してまいりましたが、ついにここ台湾市場にも投入いたします。台湾の自動車市場全体を見ましても、いわゆる A、B セグメントの小型車においては新イグニスが初めてマイルドハイブリッドを搭載するモデルとなります。発電効率に優れた ISG により減速時のエネルギーを利用して発電し、専用鉛バッテリーと専用リチウムイオンバッテリーに充電、加速時にはその電力を生かしてモーターでエンジンをアシストすることでさらなる燃費の向上を実現します。このマイルドハイブリッドシステムに加え、デュアルインジェクションシステムを採用した新型 1.2 リッターデュアルジェットエンジンを搭載いたします。さらなる熱効率の向上等により、より高い次元で優れた燃費と力強い走りを両立します。トランスミッションは低速域の力強い加速性能と高速走行時の優れた燃費性能を両立する副変速機構付き CVT を採用します。このようにパワートレインの変更によりさらなる高効率化を実現した結果、リッターあたり 22.1km という低燃費を実現いたしました。先代モデルに引き続き軽量化と光合成を両立した新プラットフォームハーテクトを採用しておりますので、理想的な骨格構造による走行の基本性能の向上と軽量化を両立しております。続いて2つ目の大きな変更点である安全性能について説明いたします。新イグニスにスズキの予防安全技術であるスズキセーフティーサポートを採用し、大幅に安全性能を向上させます。新イグニスではステレオカメラ方式の衝突被害軽減ブレーキデュアルカメラブレーキサポート DCBS を採用します。左右2つのカメラで前方の車や二輪車歩行者を検知し、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ります。 DCBS に加え、走行中に左右の区画線を検知して前方不注意などで車線をはみ出しそうになるとブザー音などの警報によってドライバーに注意を促す車線逸脱警報機能、車両が蛇行するなどシステムがふらつくと判断した場合にブザー音などの警報によってドライバーに注意を促すふらつき警報機能を搭載します。また約時速55キロ以上で走行中に急ブレーキをかけた時、ハザードランプを自動的に高速点滅し後続車に注意を促すエマージェンシーストップシグナルも採用いたします。その他にも6エアバッグをはじめ ESP ヒルホールドコントロール、衝突時の衝撃を効率よく吸収分散する軽量衝撃吸収ボディテクトなど、引き続き充実した安全装備を備えております。その他の変更点について説明いたします。外観についてです。外観では新印象のフロントグリル、スキットプレート調デザインのフロントバンパー、新印象リアバンパーを採用いたしました。鈴木デザインの DNA を随所に継承し、現代風にアレンジすることで鈴木の歴史と未来を感じさせる先代のデザインコンセプトは維持しつつ、より力強い印象となりました。次に内装についてです。内装はシート表皮やメーター盤面の衣装を変更いたしました。センターコンソールやインサイドドアグリップのアクセントカラーとして、ブルーとガンメタリックを車体色に合わせて設定し、ドライバーの個性を表現できます。またオーディオに関しては、今回のマイナーチェンジでカープレイと Android Auto 対応のスマートフォン連携オーディオのみの設定となります。シンプルな中に先進性のある個性的なインテリア空間を実現しております。新イグニスはコンパクトなボディサイズながら、レイアウトを効率化することで、ゆとりある乗員スペースと密室スペースを確保したパッケージングとなっております。60対40の分割可動式のリアシートの採用により、使い方やシーンに合わせ容量をアレンジでき、使い勝手を高めております。続いてスペックについてです。車体寸法など主なスペックはこちらの通りです。新型 1.2 リッターデュアルジェットエンジンは排気量が 1197cc であり、ナンバープレート税区分で先代モデルよりも安いランクとなり、お客様の経済的負担も軽減されます。最小回転半径はコンパクトなボディ設計により 4.7m となっており、狭い道や駐車場などでも取り回しがしやすく快適です。前席ヒップポイントが 620mm と高めの設定で、アイポイントが高くなるため見晴らしも良く、さらに腰の上下動が少ないために乗り降りのしやすさにも貢献いたします。また 180mm のゆとりある最低地上高に加え、アプローチアングルやデパーチャーアングルを大きく取っており、荒れた路面を走るときや段差を乗り越えるときも安心です。車体色はモノトーン3色、2つの新色を含めた2トーン4色の合計7色を設定いたします。また各車体色にマッチする内装色がご覧のように設定されております。最後になりますが、我々台湾スズキは GO UNIQUE というキャンペーンコピーを掲げておりますが、台湾の小型車セグメントにおける初めてのマイルドハイブリッド車となる新イグニスは、このコピーにぴったりと当てはまる車です。生活の変化を楽しみ、自分の生活を豊かにしようとするお客様に対して特におすすめです。日常生活に便利なだけでなく、週末のレジャーの行動範囲を広げる高いユーティリティ性を兼ね備える車として、これまでもご好評をいただいておりましたが、今回のマイナーチェンジによりさらに個性あふれる魅力的な車となりました。我々が自信を持ってご提案するこの車は、お客様のご期待に必ず応えられると確信しております。ぜひショールームにお越しいただき、試乗してこの車の良さをご体感いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。谢谢。再次热情掌声，谢谢我们高桥成文副总经理Takahashiさん、どうもありがとうございました。有请我们副总经理先行回座休息，谢谢。好。好，那么现场的各位媒体朋友们，我在听完我们副总经理的详细介绍之后，大家是不是跟我一样非常期待？究竟我们全新的 The New Ignis 外形、还有特色以及它的功能性等等，究竟会是什么样子的呢？我们在揭晓今天的主角之前，让我们一起先透过全新未曝光的广告影片，一起来感受全新的 The New Ignis 的御殿进化，请看。 GO UNIQUE Suzuki 御殿进化 The New Ignis 新登场 Shall we drive? 欢迎来电莅临享车 GO UNIQUE Suzuki 御殿进化 The New Ignis 新登场 Shall we drive? 欢迎来电莅临享车 Suzuki The New Ignis 全新登场。车哦。哇，再搭配我们全新的 New Ignis 的车款，是不是非常的吸睛呢？一出场就让大家眼睛为之一亮。如此令人震撼的车款呢，相信也是大家非常期盼的。我们台湾 Suzuki 一定能够销售长虹。那么接下来大家最期待、最紧张的时刻要来了，究竟我们全新的 New Ignis 的车款售价是多少呢？现在我们就要邀请我们铃木忠诚董事长上台来为我们揭晓。Welcome to Suzuki， 嘟嘟，有请我们铃木忠诚董事长来到舞台前。你好，董事长你好，哇，好紧张，好期待哦。我也紧张。啊，你也紧张，哇，董事长中文特别好。好，所以呢，现在我们媒体朋友的摄影机准备好了 ，camera ready，OK。我们现在呢要请我们 Suzuki 为我们公布全新 The New Ignis 的售价是多少呢？那我来公布吧。好。零售价格68万。哇哦，68万元这么漂亮的价格，搭配我们这么优秀的车款，相信呢我们的 New Ignis 绝对能够大卖。谢谢董事长，谢谢，请董事长留步，谢谢。那么接下来我们请高桥纯副总经理也一起来到台上。Welcome Takahashi どうぞ。一緒に写真を撮りますよ。はい。有请我们两位长官来跟我们全新的 New Ignis 来进行合影。我们请两位长官一起伸出大拇指，比出一个赞 No.1 的 pose 哟。嗨，长官。No.1 pose， 嗨 ，good pose， 嗨。いいね。好，我们看一下中间的摄影师，中间。好，让我们中间还有后方的媒体朋友可以赶快捕捉一下画面。好，有请我们长官看一下左边的摄影机。左のカメラを見てください。看左边的摄影机。好，那么有请两位长官在视线是往右边的媒体朋友。